はい、おはようございます。ライムです。早朝です。PVP 豪華賞とツイキャス終わりのね、ツイキャス明けの朝ですけど、早すぎるので僕のテンションが下がっているいますけど、下がいってなんだ気にしないでください。はい、ということで結果見ていきましょう。結果こそ全てっていうね。あのね、でも寝落ちしたんだよね、最後の15分後ぐらい。正直ね、これ50以内入ってなさそうだよね。はい、トップ10の方おめでとうございますと。はい、どうかな。いやー、最後の10分大事なんだよね、 PVP って。うわ、よかった、残ってた、よかった。確かね、最後20位だか20位ぐらいでいた気がするんだよね、最後の15分後ぐらい。危なかったね、怖。50円漏れるとこだった。まあ、ギリギリ回避ということで。そう、これ前回のね、豪華集 PVP の豪華集の時にあれなんですよ、最後の5分ぐらい、7分くらいで51位に漏れるっていうね、失態を犯したので、危ない。もう最後の10分まで油断できないからね、 PVP はマジで。うん、やっぱね、最後の10分ぐらいで1000位漏れるとか2000位漏れちゃうとかって人もね、やっぱいるんで、その辺がちょっと怖いところですよね。この仕様のね、入れ替え制ってとこにね、悪ですよ。ということで、はい、ガチャいきたいと思います。とりあえず手持ちか。久々になんか声入れてる気がする。入手順じゃなくて、そう、朝ね、今僕起きたばっかりなので、ろれつも回ってないのはまあ勘弁してほしいんですけど、まあとりあえずこんな感じだ。まあギルト8だね、間違いなくギルト8です。であとインクレディブルメダル進化させたいのでギルト4だね、ギルト4のやつ欲しいかなってところですかね。あとコピーメダルのギルト5、あ、まあギルト7も欲しいな。はい、って感じです。はい、いきます。まあほんとね、ギルト3以外は欲しいって感じだよねギルト3はどうでもいいが。はい、ブロンズチケットはね、ちゃっちゃと消化していきます。この辺は別に皆さん興味ないと思うので。え、9枚全然使ってなかったな、そんなに。あ、豪華集分のやつがあるのか。なんかこの辺はね、まあ強いて言うなら、ババアメダルを使うのにギルト3とか欲しいかなっていうところ。目的がね、ブロンズチケットの目的がね、まあできてよかったね。ババアを作ろうっていう、いっぱいババアを作ろうっていう、そのババアを作って何になるかっていうのは僕のツイキャス昨日のババアのツイキャス結構あれだったね、割と好評だったね。意外と好評だったのかもしれない。はい、なんかギルトさんやっぱ全然出ねえな。はい、ということで、シルバーチケットいきます。これね、シルバーチケットがギルト3出るのほんと良くないよね。ギルト3の確率下げるか、むしろなくした方が絶対いいよね。ほんとテンション下がるもん、シルバーチケット。ほらこれね、ほんとテンション下がるよね、ギルト3。これ提供までいくつだっけ、シルバーチケット。 50% もあんの、ちょっとこれはないよね。せっかく頑張ってギルトさんが 50% の確率で出るとか、これはひどいわ。これはマジで、ほらマジでひどいよね。何これ、シルバーチケット今んとこ何も生まれてないんだけど、何なの。5枚とも全部ギルトさんもあるからね。おお、ここからまさかの8位ここからまさかの8位、確か確率 5% ぐらいだよね、シルバーチケットから8って。何気になかなかない。もしかしたら初めましてレベルなんだけど、シルバーチケットから8って。やば。
まあとはいえ今までのねギルドさんが多すぎたので、まあ、こういうこともたまにはあるのかってとこだね。はい、ということでまあ一番のゴールドチケット、ゴールドチケット、これが目玉ですよ。これだね。これでなんだろう、今度ギルド5連打されるときつくなるってことだね。これ7、8、2枚ずつ来い。まあ7出たからセーフ。はい、2回目いきます。まあ7出たからセーフ。7と8いっぱい来い。7、8いっぱい来い。でも一応ここで8が1枚進化できるのは確定したな。おお、5、6いっぱいだけど8。オッケー。8さえ出てくれれば特に文句はない。オッケー。8、2枚は結構、あ、まあ、豪華集だからな。豪華集だから。豪華集補正を考えても、まあっていう。8ない集あるしね。お、あれ ?8 運いい。8運いい。ただこれ、ほんとね、8ない集が2週続いたんで、それ考えると、まだ別にっていう。普通っていう普通なんだよね。それ考え、トータルで考えると別に普通なんだよね。特別今日いっぱい出たってわけじゃないんだよね。豪華集だし、出てない集あるしっていうね。おすげえ。お、今日はすげえ。でも今日すげえな。この金地系の引きだけ見るとすごいね気がする。うおー、今日の豪華集は良かったな。良かった。これ豪華集なのに全然どこが豪華だよっていうね感じになるのは一番気持ち的に残念なので、はい、こんな感じになりましたね。おお、これワンチャン来週 8と7、8が2枚目いけちゃう。2枚目っていうか、うん、あと2枚でたまるな。ワンチャン来週2枚出てくれれば普通の州で2枚出すのは至難の技だけどね。豪華州パワーだったから。はい、え、なんだかんだ8、4枚引けたってことか。すげえな。すごかった。それはすごかった。若干確率が、はい、で7が3枚かな。8の方が出たってことか。すごいね。はい、といった感じの結果になりましたけど、皆さんの豪華集結果はどんな感じでしょうかね。まあ結果、順位が落ちてもね、出てきた、チケットが出てきた、ブルーフェアリーが全てのところは実際あるので、はい、皆さん、来週もというか、てか PVP、今日の PVP 見てねえな。なんだ、キーブレードなんだ。キーブレードなんだし、月曜日までかな。4日間になってる。月曜日までなんだ多分これ。あ、いつもと変わんない PVP だね。普通の PVP に戻って、で かつキーブレードが何になってるかだった。なんだ今週の3本は3本なのかも分かんないけど、あ、3本だ。青か。ランプにノーツに出すと青3本ね。へぇ、あー、しかも、あ、でもこれあれかな、かぶってんのかな、期間。インクレディブルハイスコアのさ、ハイスコアメダル、確か期間長かったから、多分かぶってないよね。まあ、良かったのか悪いのか分かんないけど、インクレディブルのさ、ハイスコアメダルが青じゃないですか。あれが入ってくるとね、ノーツとかめっちゃ強くなると思うんだよね。はい。っていうとこですかね。今週青か。といったところで、今回の豪華集動画ここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。